こんにちは、カニです。今日はロールケーキを作りたいと思います。まず作る季節は6月の晴れの日。空にナイフを差し込み、青空収穫だわ。青空がなかなか見られない。爽やかな風味がとても美味しく表面が汚れていて薄く切り取ります。綺麗に切り取って東京の平均気温より少し高めの温度に設定したオーブンで焼き上げて、雲を使ったクリームを作ります。甘みはないが砂糖と混ぜてクリームにすると笑っちゃうほどふわふわになります。もう一つくつくごくごくごくちょっと酸っぱいフルーツのような味です。青空から焼き上がったら雲のクリームを振り、太陽のかけらを並べて、どうやら落雷のせいで電球が切れてしまったようです。怒ると面倒くさい性格なので、ここはロールケーキを電球にあげることにしましょう。それではカニでした。皆さんもロールケーキ作ってみてくださいね。バハハイ。